南口気境が丘駅は、三重県名張市気境が丘一番町にある近畿日本鉄道大阪線の駅である。駅番号は D50。名張市内で初の大規模な団地として開発された気境が、丘住宅地が1963年に着工したことと、伊賀線の西名張駅伊賀神戸駅間を廃止することになったため、当該区間に設置されていた。 倉持駅の代替として1964年10月1日に開業した。開業日が第一期の住民の入居前であったことから、開業時点では、駅周辺には建物のない空き地の状態の宅地と建設工事現場が広がっている状態であった。当駅がその玄関口となる場所にある、気境が丘団地は、高度経済成長期に段階の世代を中心とする。 新たな住民が多数移り住み、名張市の人口が急増していく口火を切ったとされている。周辺の人口増加とともに利用者が増加し、最盛期の1995年には1日平均13,129人が利用するようになった。しかし、段階の世代を中心とする近隣住民の高齢化が急速に進んで、 定年退職する年齢を迎えており、駅の利用者数は2014年には最盛期の半分以下に減少した。相対式ホーム2面2線を持つ、堀割駅で協場駅舎を持つ。ホーム有校長は10両。改札口は1カ所のみ。出入り口は東西双方に1カ所ずつあり、双方の出口の近くにバス乗り場がある。近年における、 当駅の1日乗降人員の調査結果は以下の通り。三重県統計所によると近年の1日平均乗車人員は以下の通り。帰京が岡駅の利用状況の変遷を可表に示す。月ヶ瀬梅林の完売時期には隣の名張駅から当駅を経由し、月ヶ瀬へと向かう臨時バスが走るが2往復のみの設定である。ありがとうございます。